はい、皆さんこんにちは。 SYK 代表の北野です。今回はですね、月商1000万円を稼げる経営者が心がけている4つのポイントってテーマでね、お届けしていきます。今回の動画最後まで見ていただくことによって、今のですね、自分が、やっている、仕事であったりとか、日々のそのマーケティングの業務であったりとか、いろんなことをされていると思うんですけども、そうなった時に自分が今やっている方向性っていうのは合っているのか、そして成果に直結しているのかっていうところもですね、鑑みながらですね、この動画最後まで見ていただくことによって、自分がやるべきことであったりとか、今の自分がやらなきゃいけない課題っていうのが明確になってくると思いますので、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。ということで早速なんですけども、まず1個目。情報発信力っていう話ですね。1個目、情報発信力。で、これはですね、どういうことかっていうと、僕らみたいな、いわゆるベンチャーとか中小企業だったりとか、個人企業家でコーチ、コンサルセラピスト、教室業、スクール、カウンセラー、いろんなビジネスあると思うんですけど、フリーでやってる人とかもそうなんですけど、基本的にはネットで情報発信して見込みのお客さん集めてセールスして販売をしていくと。こういうビジネスモデルをですね、してる場合ではですね、この情報発信力、いわゆるですね、インターネット上で、顧客をファンに変える力っていうのが非常にですね、問われてくる時代。そして僕らのようなインターネットを使ったビジネスっていうのは、情報発信でいかに見込みのお客様にね、自社の商品に興味を持っていただき、購入していただけるのか、これがですね、すべて関わっていると。なので、まず1個目に身につけておかなきゃいけないポイントとしては、情報発信力っていうのがあります。これは、年商で1億を超えている経営者とかであれば、もうみんなですね、今の時代っていうのはこれを身につけていると。じゃあ具体的にそれを因数分解していくと、例えば情報発信力って、集客力、教育力、販売力っていうのが言われてますよね。お客さん集めて、教育っていうのはいわゆる自分の商品の良さだったりとか、その価値っていうのをしっかりと多角的に伝えていき、そして販売していくと。で、いうことなんですけど、これをもっとね、細分化していくと、まず認知っていうところになるわけですね。認知。まず知ってもらうこと。お客さんの選択肢に入ること。これがすごい重要ですと。で、お客さんに知られてないっていうのは、お客さんの選択肢にすら入ってないということになってしまいますんで、まずは認知でしっかりと自分のことを知ってもらう。あ、北野さんっていう人がいるんだ。知ってもらう。その後で共感をしてもらう。自分の発信に共感をしてもらう。この人だったらついていきたいと思ってもらう。そしてファン化。で、ファンになってくれて、で、この人から商品を買いたい。今の時代ってのは、この会社だからっていうよりは、この社長が経営している会社だからとか、この社長だから、あなただから買いたいと言われて物が売れていく。それは高額な、高額商品、いわゆるコンサルティングだったりとか、コーチングであったりとかもそうだし、エステサロンの高額なメニューとかもそうなんですけども、結局、あなただから買いたいと言われて、あなたが経営するお店だから、あなたが経営する商品だから買いたいと言って物が売れていく。ストーリー商品の時代になってきてますと。もう物が良ければ売れたという時代はもうとっくに終わっていて、いいものなんてのはもう世の中にありふれている。そうではなくて、何が差別化になるのかっていうと、前代未聞のサービスをですね、パッと生み出して差別化するっていうのはもう今不可能な時代になってきてるわけですよ。だからこそ、これからの時代っていうのは、差別化っていうのにこだわるよりもですね、しっかりとその自分自身をブランディングして、自分自身の価値を高めて、そしてですね、人を魅了していく、ファンになっていくことができれば、競合他社で圧倒的な差別化が分かって、いや、他にも例えばね、ウェブコンサルタント、うちもそうです。で、ウェブコンサルタントにコンサルをお願いしたいってなっても、ウェブコンサルタントいっぱいいるじゃないですか。いや、でもこんなの関係ないですと。私は〇〇さん、あなただから商品買いたいんですと。あなたから、あなたの会社からぜひ契約させていただきたいんですと言っていただけたら、もう今までですね、ライバル他社が例えば40社いた会社のうちの39社はもう除外されるわけなんですよね。あなた自身のファンになってくれればっていうのが、いわゆるこれからの時代もこの時代と言ったりしますけども、経営者自身も自分自身を子としてブランディングをして発信をしてファンをつけていく。これが非常に売り上げをね、爆発的に上げていくのにすごい重要な、視点ということになりますと。で、もちろんですけども、そのためには例えば日々の YouTube とかもそうだし、日々の情報発信とかでもですね、やっぱ人を魅了する話術っていうのがすごい必要で、これは別にめちゃめちゃですね、流暢に喋んなきゃいけないとかってわけではなくて、話術、話す内容ですね。この、いわゆる人を引きつける話し方ができる人、例えば政治家だったりとか、実業家の人とかですね、芸能人とか、スピーカーとかですね、そういった言われる人っていうのはこういうことができたりするわけですけど、何もですね、そこまで人大勢の前で話し方って言わなかったとしても、例えば重要なスキルとして、この話し方の話術だけでも、それ話し出すとね、本当にもう2週間ぐらいになるぐらいの内容になっちゃうんですけど、ポイント1個かいつまんで言うと、今すぐ皆さんが身につけた方がいいスキルの一つとしては、これが経営者として成功していきたいんだったら、もうストーリーテリングですよ。ストーリーテリング。いわゆるストーリーに乗せて、自分自身の伝えたいこととかをしっかりと相手に伝えていく。ストーリーテリングね、また Google とか調べていただければと思うんですけども、簡単に言うと、事実をそのままポンと相手に伝えるんじゃなくて、それを自分の過去のエピソードであったりとか、自分の過去の物語に乗せて話すことで、より相手の記憶に残り、そして感情を動かすこともできると。だから結構売れてる営業マンとか、こういうストーリーテリングがね、結構上手かったりするんですけども、こういったところを身につけていただくっていうのはすごいんじゃないかなと思います。はい、二つ目、変化に強いですね。二つ目、
変化に強い。これは、まあ、いわゆるですね、経営者よく、まあ、5年でね、ほとんどの会社倒産しますとか言われてます。でも、その中でですね、実際、まあ、東証一部上場企業、まあ、日本国内で4000社あると言われている、その中のですね、たった一つの企業は、20年間増収増益をずっと続けて、まあ、成長し続けている企業があるわけです。で、その増収増益を超え、遂げている企業ってのはどっかっていうと、ニトリさんですね。ニトリさん。で、っていうように、世の中にはですね、やっぱり、生き残り続けている会社っていうのもたくさんあります。そして、コロナ禍であったとしても増収増益を、果たしている。まあ、これ業種にもよりますけどね。企業さんもある中で、やっぱり重要になってくるのがですね、その時代時代に応じて戦い方を変えなければいけないという話がありますと。まあ、敵が銃を使っているんだったら、こっちも銃をっていう話ですよね。まあ、戦に例えると。まあ、で、例えば時代に合ったマーケティング手法。まあ、今とかであれば、まあね、これからの時代っていうのは、今更ね、メルマガやってるとか、未だに、ブログをやってるとか、まあ、僕もブログとかメルマガ 100% 否定するわけではないですけども、ブログとメルマガでじゃあ実際収益上がってるんですか、ちゃんと売り上げは年々上がり続けてるんですかって見たときに、まあ、多くの人は答えノーだと思います。まあ、それはうちがやってるにはそのタクスっていうですね、まあ、集客支援サービスがあるんです。そこのクライアントさんとか見ても思うんですけど、やっぱメルマガブログでずっと売り上げ落ち続けてるっていうところでうちに来ていただいて、LINE を導入して、そして SNS を導入したことで実際に収益っていうのがガッと上がった。売り上げが 1.8 倍に上がった。同じことをしていただけなのに売り上げが変わるんですよ。こういうことがあります。なので、これからの時代っていうのは、まあ、マーケティングであればもう LINE というセンサーも必須です。もう LINE というセンサー使わないっていうのは、もうすっぱだかで武器持たずに戦争行くようなもんですからね。それぐらい愚かなことをしていると。だから、まあ、これから、ね、まあ、時代に合ったマーケティングです。まあ、例えば今の場合だったら当たり前ですけど、訪問営業とかね、じゃなくて、もうしっかりとやっぱりオンラインを使った Zoom のセールスだったりとか、LINE とかオンラインのテレアポとかね。まあそういった仕様にどんどんやっぱ切り替えていかなきゃいけないと。まあうちの場合創業当初からずっとね、まあオンラインで言えば最先端、この実践エッセンス業界でおいては、実際にもうずーっとですね、自宅であったりとかオフィスから出ることなくですね、本当にもう家にいながらでも売り上げが上がるという仕組みっていうのを僕らずっと作ってきたわけなんですよね。で、うちのクライアントとかもですね、まあやはり対面営業とかを一切せずに、お客さんと一回も顔を合わせずに高額商品が売れていくと。まあもちろんズームとかでね、顔を合わせたりしますよ。しますけど、実際に対面で合わせても、商品が売れていく。それが月に何百万、何千万と売れている人というのもいます。っていうような時代において、やっぱ変化っていうのにどう対応していくかすごい重要。で、僕がね、最近ちょっと聞いた話で、日本フェンシング協会のね、会長の太田さんっていう方知ってますかね。まあ多分皆さん顔は一度は見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあそのフェンシングの業界で、まあトップに上り詰めた方ですよね。で、彼が言ってたのが、やっぱりフェンシングとかそういうスポーツの世界でも、日本で戦うのか、海外で戦うのかによって全然違うと。だから海外に日本人選手が行って、そこでやっぱメダルを取るとか活躍し続けるには、海外のその文化に適応した、戦い方をしなきゃいけない。例えばね、フェンシングって、微妙な判断があるらしいんですよね、審判によっては。例えば、剣が当たったんだけど、お互いがそれが同時にタッチした時に、どっちが勝ちなんだっていうなった時に、やっぱ海外とか行くと、まあ、やっぱり欧米とか行くと、やっぱりですね、白人国家っていうのがあるのかわからないですけども、やっぱりですね、どうしてもやっぱ向こう側の、欧米の選手の方が、そういった、まあ、引き分けみたいな感じになった時は、向こうにポイントが入っちゃったりみたいな。まあ、微妙なその赤信号のラインですよね。タッチしたしてないみたいな。で、同時にタッチした時にどっちに点が入るのかっていうのは、やっぱり欧米人の方に点が入ってしまうっていうのが向こうのもう審判らしいんですよね。で、それを、いや、それは差別じゃないかって言ったら、まあ、そこまでなんですけど、太田選手はね、こう考えたらしいんですよ。あ、じゃあもうそれはしょうがないと。じゃあ、その中で僕らがどういう風にして戦っていけばいいのかとか、例えば紛らわしいような行動をいかにしないかとか、できるだけ白黒はっきり審判に、もう審判に文句言われないような、そういったね、点の稼ぎ方をするにはどうすればいいんだろうっていうように、自分自身がもうどんどんスライムのように変化をして変えていくと。だから、これからの時代っていうのはもう頑固は成功しないよってことなんですね。まあ、っていうようなフェンシングの話もありますけども、まあ、いかにその時代に応じて即した戦い方ができるのかって非常に重要なんじゃないかと思います。三つ目、100万も1000万も変わらない。まあ、これはですね、まあ、桁が1個増えたっていう感じなんですけど、全くのゼロからビジネスを始めて、月賞で100万稼ぐのとですね、月賞100万の人が1000万稼ぐのって別にやってること大して変わらないわけです。むしろ、100万稼ぐより1000万稼ぐ方が簡単だったりしますからね。どういうことって思うと思うんですけど、これは結局、全くのゼロ1から100稼ぐ方が僕はめちゃめちゃ大変でした。初めて月賞100万稼ぐために僕2年半時間かかってるんですよね。でも、そこから、月賞100万達成してから月賞で1000万超えるまでって僕8ヶ月ぐらいで達成してるんですよ。どういうことかっていうと、それだけですね、100万を1000万に持ってくってめちゃめちゃ簡単なんですよ。逆に全くの0か1を作る方が結構大変って話で、じゃあ年収、例えば皆さん年収1億円の人が年収300万の人の30倍働いてますかって言ったら、もう答えはノーだと思います。まあ、むしろ30分の1しか働いてないって場合は結構あったりするわけですけど、これも結局ですね、ビジネスってのはレバレッジです。なので、
やるべきことをやって、しっかりと仕組み化しておけばですね、皆さんは、まあ、例えば SNS とその LINE の仕組み化による、集客販売の自動化っていうのをしっかりと構築していくことができれば、そこまでですね、皆さん思っている以上に、楽に、そして労働時間がどんどん減っていく、自由な時間がどんどん増えていく、暇になっていくのに売り上げはなぜか増える。こういう仕組みを作ることができます。まあ、基本的に皆さんは、まあ、ゆくゆくはね、まあ、このチャンネルを見てくださってるぐらいなので、まあ、事業家だったりとか年商1億以上のね、経営者にやっぱなっていきたいという方が多いと思いますので、やっぱりですね、こういう風な発想っていうのがすごい重要かと思います。100万稼ぐのも1000万稼ぐのも大して変わらないっていうマインドでですね、まあ、ぜひ行動していっていただくっていうのがすごい重要かなと思います。で、最後4つ目、任せる勇気ということで、やっぱりビジネス、まあ、コーチコンサル系だと年商1000から3000ぐらいになるとめちゃめちゃ忙しくなりますよね。もちろん、集客、経理、事務、総務、販売、営業、顧客サポート全部自分でやりますからめちゃめちゃ忙しくなります。1日実質稼働1日10時間とかね、まあ、僕も昔コーチング昔やってた時そういう時期ありましたけども、そうなった時にですね、やっぱり人に任せていくっていうのはすごい重要だと思います。自分でできることであったとしてもあえて人に任せるんですよ。これができないと事業は大きくならないし、自分自身の器も大きくならないし、売り上げも大きくならないということになりますので、ある程度、まあ、1000から1500のラインを超えた段階であれば、もうね、YouTube とサムネイルとか、ブログのライティングとか、そういったのもどん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 ね、外注して、任していく。まあ、だからといって、いきなり社員を入れろってわけではないんですけども、まあ、今の時代別にクラウドワークスとかでですね、いろいろ、まあ、リクルーティングのやり方もあると思いますので、まあ、そういう形でね、ぜひ、まあ、外注の人に何かを任せていくっていうのをですね、ちょっとずつ始めていくと、まあ、より自分の時間が増える。その空いた時間を使って、より自分自身が情報発信に力を割いたりとか、先生に時間を割けばもっとですね、売上っていうのは上がるわけなんですよ。だから基本的にお金を払って人に任せれば任せるほど自分の売上収入利益っていうのはどん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 大きくなっていくと、まあ、いうねメカニズムになってますので、まあ、一番最初は怖いかもしれないけどちょっとずつ任せていくっていうのをねぜひ意識していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、今回動画以上という形になるんですけども、月賞1000万以上稼いでる経営者、これで4つのポイントを、ぜひね、今回の動画勉強になっている方は、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そしてね、下の概要欄からね、無料プレゼントもね、ついておりますので、ぜひこちらもね、LINE 登録でゲットしてみてください。それではね、今回の動画以上になります。最後にご視聴いただき、ありがとうございました。失礼いたします。